はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は大分対町田ゼルビア、大事な大事なゲームのマッチプレビューの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、さあ大分ミッドウィーク重要な、ゼルビア戦ということで6ポイントマッチですね。この試合を落とすとちょっと優勝争いからまあ脱落してもおかしくない差にはね、なってしまうんで、絶対この試合は勝ってほしい。もう勝利以外は、不要というところ、も引き分けもいいし、もちろん負けもいらんと、ね、いうところなんで、しっかりこの試合は、戦ってほしいところにはなってきます。で、1個お知らせなんですけどもね、こちら大分ゼルビアの試合を同時視聴生放送しようと思います。まあ長崎とですけどもね、東京ヴェルディのゲームも今回は同時視聴生放送やる予定であったんですけれども、僕がですけれども大分ゼルビアのゲームもう一週ぐらい先と、僕が勝手に勘違いしていて、7月中とはいうのは分かっていたんですけどもね、あ、次だったのかっていうのがちょっと僕もさっき日程見直して思ったところだったんで、もうどうせならまあ2試合ともね、もう長崎ヴェルディも結構重要なね、対戦になってきますし、まあそれこそね、2位ヴェルディの、動向というところもね、大分のサポーターからしてたら気になるところでしょうしというところなんで、まあそんなね深い話は、しませんけども、長崎とヴェルディのゲーム、そして大分ゼルビアのゲームは同時視聴生放送、やろうと思ってますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで早速この試合見ていきましょう。大分町田ゼルビア、大分現在勝ち点が42で3位というのが大分の成績にはなってきます。で、対する町田ゼルビアの方は勝ち点が50に乗りましたね。1位というところ、ほんとしぶとく、そして粘り強く、勝ち点を稼いでる町田ゼルビアには、なってきます。で、下の方に行きまして、これが両チーム直近5試合の結果には、なってきますが、大分も町田ゼルビアどっちともですけどもね、3勝2分けっていうのが、両チームの結果にはなってきます。まあちょっとゼルビアがですけどもね、やっぱり栃木水戸中ね、自分たちでボール持たないといけない展開、要は、ゼルビアの方がボール持つ展開になるとなかなかに、厳しいというところで、大宮戦はですけどもね、だから大宮戦も2点リード許した状態ではあったんですけれども、そこから3点取って、逆転勝ちというところ、まあやっぱりね、ゼルビアの底力を、見たゲームだけれども、やっぱりこう最近ね、盤石ではないのかなっていうのもやっぱりあります。まあリード許す展開もね、前回の大宮戦みたいにあれば、やっぱ自分たちでボール持った時に、どうするかっていうところがありますんで、まあゼルビアのなかなか一番の難しいところですよね。自分たちでこうボール持った時にどういう風に強みを出していくかというところ、逆にだから大分がこの試合どういう選択をしてくるかですね。まあやっぱり分かりやすくね、町田ゼルビアにボール持たせる展開っていうのがね、勝率を高めることにつながるんでしょうけれども、しかしまあ大分もやっぱり自分たちで基本的にはボールを持ちたいチームにはなってきますし、まあホームでのゲームではありますんで、まあゼルビアにこうボール持たせる展開っていうのが、じゃあそれがいいか悪いかっていうところにはね、なってきます。まあやっぱり自分たちのこうスタイルを貫くみたいな、ところもねあるんでしょうけれども、個人的にはある程度ゼルビアにボール持たせてもいいんじゃないかなっていうのあるんですけどもね、多分下平監督とかね、やっぱ大分っていうチームを考えた時には自分たちで、ボール持ってこの試合臨んでいくと思うんですけれども、個人的にはね、そんなにポゼッションにこだわるよりもゼルビアさんボール持っていいですよみたいな、展開の方がね、本当内容とかよりも勝ちにこだわるので、あればですけどもね、ゼルビアにボール持たせるみたいな展開の方が、勝率は高まるんじゃないかっていう感じがしておりますけど、まあ、下平監督がどういう選択をするか、まあやっぱ自分たちでボール持ってくるとはね、思うんですけどもね、はい。で、これが、両チーム前回のスターティングメンバーには、なってきます。まあ、大分はここ最近ずっと、まあ、ゼロトップシステムを採用というところ、まあ、中川選手は引く展開の方が多いですかね。どっちかっていうと、中川選手の方がプレーエリアを限定せずに、動いてる感じがします。まあ、ツートップ的な表記になってますけど、これは実質はゼロトップ気味というところにはなってきます。で、だから野村選手が 1.5 列目みたいな感じなんですかね。まあ、一番前がいない 1.5 列目みたいな、ところにはなってきます。まあ、中川選手はいろんなところに顔出してね、間で受けて前進していくみたいなところもありますが、どちらかというと野村選手の方が高い位置でね、仕事してほしいみたいなイメージがあると思うんですけどもね。で、まあ、それで言うとね、まずそもそも多いと怪我人が多いんですよね。まあ、ほんと怪我人が多い中で、前回もうちょっとね、ビルドアップのところに詰まるみたいな、
シーンがありました。ジュビロ戦もちょっとビルドアップのミスから失点に、繋がるんじゃないかみたいなヒヤッとするシーンもね、あったんで、ただね、やっぱ安藤選手も確かに足元は下手ではないんですけども、まあやっぱビルドアップっていうところに関しては他の選手、まあデルラン選手とか、ペレラ選手よりもやっぱそこは難しさがね、あります。やっぱちょっと安藤選手は他のところで強みが出せる選手にはね、なってきますんでね。で、センターバック右、羽田選手に関してはずっともう大分にいる選手なんで、この大分のサッカー DNA を持った選手でありますが、まあなかなか難しいですよね。羽田選手も今シーズン、まあずっと出ていたわけではないですし、ここでペレラ選手がね、行くところになりますが、ペレラ選手は怪我でいないというところなんで、ちょっとビルドアップのところをどういうふうに大分かですけれども、この試合やってくるか。どうかというところ、まあ、ただね、湯浅選手にしても池田選手に関してもですけどもね、やっぱりある程度足元が上手くて、まあ、池田選手は本当ね、得点直結するようなパスを、出すこともできますんで、ちょっと池田選手のプレーというところはちょっと大分に置いては異質な感じもします。で、前節初ゴールを挙げた松尾選手ですね、まあ、2試合連続弾、期待したいところにはなってきますし、やっぱゼロトップシステムなんでね、大分やっぱゼロトップシステムでやっぱ考えていかないといけないのは、両ウィングの得点力と、いうところだ。このシステムで言うとね、ゼロトップ気味になりますんで、野村中川というのは基本的にはゴール前にいるんだけども、やっぱりトップ下みたいなイメージで、野村中川プレーしますんで、やっぱりその両脇ですね、両ウィング藤本、松尾というところがどんだけ中に絞って、プレーすることができるかどうか、ゴール前でシュートを放つことができるかどうかというところが、やっぱゼロトップは結構重要にはなってきますんで、まあ、前節は松尾選手で、藤本選手もまあ別にこう調子が悪いわけではね、ないんで、藤本選手のゴールというとところも期待したいところにはなってきますで、ゼルビアのやっぱ注目選手だらけですけどもね、ただ右サイドバックで稲葉選手が前回使われておりましたね。で、フロンターレから来ている松井蓮司選手がボランチ、そして下田選手とコンビを組むというところなんで、まあ、元フロンターレコンビでダブルボランチですよね。本当だからこのダブルボランチに関しては足元がうまいと、まあ、間違いなくね、足元のうまさとかビルドアップ能力に関してはこの2枚はやっぱり強みが出せるというところには、なってきますしね。で、あとはやっぱ今シーズンブレイクしている平川選手もいますし、で、まあ、ツートップに関してはやっぱ理不尽さもね、ありますんで、やっぱりできるだけ 0-0 の展開中のなく続けていきたい。で、大分がやっぱね、最近のゲームで複数得点が取れていないんですよね。とにかく大分複数得点が取れておりません。まあ、現在だから、4試合連続でね、まあ、1点で終わってる。まあ、5試合中で言うと1試合ね、まあ、甲府戦で2点取っているんですけどもね。しかし、まあ、4試合連続で1点止まりというところ、やっぱね、1点で勝つのはなかなか難しいと思うんですよね。4試合連続で1点で終わっていますんで、やっぱ2点目3点目っていうのは、狙っていかないといけない。しかしまあやっぱ相手がゼルビアなんで、そこは、難しさもあると思うんですけれども、さあ、この試合、まあ、多分、ね、まあ、伊佐選手が前回ね、途中から出てきましたけれども、ゼロトップ継続なのか、それともね、伊佐選手頭から使うか、そこもちょっと監督が悩むところと思うんですけれども、ちょっとスターティングメンバーに関しても注目してみていこうと思いますけどもね。はい。で、これが、両チームの数字的な話には、なってきます。まあ、大分もやっぱりね、正直大分に関しては突出してね、いい数字がないんですよね、これね。まあ、大体平均値ぐらいの結果、まあ、数字を残しているのが、大分には、なってきます。まあ、だからでしょうね、得失点差がなかなか広がらないっていうのはですけどもね、ってのがありますけども。で、ゼルビア、ゼルビアに関しては一応こんな感じ。まあ、シュート成功率も1位なんですよね、このチームね。どうしても守備が硬いね、ディフェンス能力が高い選手が揃ってるイメージが強いんですけれども、しかし今1試合平均の得点力に関しても 1.6 得点取ってますし、で、ゴール前でのまあ集中力も高い、まあ、成功率も 14.8%、まあ、約 15% なんでね、本当ゴール前で変な形で前を向かせたくは、ないというところ。ただチャンス構築率自体は18位とかね、シュートの本数自体は1試合平均で 10.5 本なんで、この辺は別に高くはない数字には、なってきます。まあ、やっぱチャンス、少ないチャンスをしっかり決め切ってくるイメージが強いん で、あと最大出力が相当高いですよね。まあ、要は0から50、50から100みたいな、こう一気に力が入った時はね、まあ前に圧力かけてきますし、というチームになってきますんで、まあ、とにかくやっぱ守備が硬い、ディフェンスが硬いっていうのとね、大分が最近複数得点取れていないっていうところを、考えると、まあ本当 1-0 で勝つのが理想的な展開じゃ、ないかと思います。まあ2点取るのはもしかしたら厳しいかもしれません。まあ、前回大宮はね、2点取ってはいるんですけどね、ただまあ基本的にやっぱゼルビアも守備が硬いチームにはなってきますんで、まあ2点取れたらいいんだけれども、しかしまあ気持ち的にはですけれどもね、もう1点でも取られたら勝つことが難しい、そんな気持ちで、戦ってほしい、一つ一つのプレーを集中力高めてやってほしいところには、なってきますけどもね。で、
下の方に行きましても、得点パターンのところはね、やっぱ多彩ですね。まあ、いろんな形からの、得点パターンを持っているというところにはなってきます。で、まあ、守備、まあ、失点がそもそも少ないんでね、何を参考にすればというところでございますけど、一応こんな感じと、ね、いうところでございます。で、チームの得点ランキングで言うと、やっぱエリキ選手の11ゴール、そして荒木選手の5ゴールというところは1位、2位というところも、荒木選手に関しては途中から出てもやっぱ結果出せる選手、スーパーサブ的にもですけどもね、使っても結果を残せる選手なんで、まあ荒木が出ないような展開というところ、ただ荒木が出ないとやっぱ高橋大吾、前回みたいに高橋大吾が出るというのありますので、正直誰が出ても嫌なチームであるのは本当間違いないというところでございます。で、アシストに関してもエリキの5、そして、デュークの4というところはトップには、トップと1位と2位か1位と2位というところにはなってきますで、これが、90分間換算の平均スタッツにはなってきます。まあスタッツでいうと両者ともですけどもね、両者ともそんなにこういい数字が特別、ずらっと並んでるわけじゃないんですよね。でやっぱこういうチームの特徴っていうのはまあ何回か過去にも話しましたけどもね、こうスタッツが特別ね良くね、あんまり、突出していいデータがないチームというのはやっぱゴール前での集中力ですよね。もうほんと少ないチャンスを決めきるとか、もう決定機を防ぐとかね、そのゴール前攻守におけるゴール前での、集中力が他のクラブよりも高いからこそしっかりサッカーにおける一番重要な局面のところですね、ゴール前での攻防というところで勝ってる、だからこそこの順位にいるんじゃ、ないかというのがありますんで、本当この辺の数字はただの数字でございますんでね、やっぱり結果出しているのはゼルビア、そしてそれを追うのが多いというのはこれ間違いないというところでございますんで、このスタッツに現れない部分で両チーム、もちろん良さはあるというところなんで、本当ねこの試合、まあ、気持ちの面でまず負けてほしくないですし、まあ、試合の入りというところはしっかりやっていってほしいところにはなってきますけどもね。はい、ってことは以上になります。で、一応プロブンテージルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。その